ダンカー取ろう。その上がり。おめでとうございます。結構大きいですね。結構大きいね。コシハジロ。うん。ウミガモなんだけど、比較的味はいいって言われるけどね。こいつはね、コシハジロのメス。まあ、カモの中では珍しく、オスとメスが若干似てるかな。これを先にしてる。もう見えるよ。出た出た。起きました。オッケー。もうどこ行った。モバイのとこにおったね。意外と青首マガモノってやつだね。いや、青首は丸々しょって。でかいですね。でかいやろ。やっぱでかいわ。ああ、どう戻ろうか。あれが綺麗。普通に戻ろうか。ああ、どっちかというとこの辺に玉が入っとるね。綺麗なあれやったね。綺麗な落ち方やと思ったらしっかり半分に入っとる。このとこ打っても落ちんけね。逃げますもんね、仮に落ちてもずっと。この銃は何ていう名前ですか？レミントン1187。カモ漁に使うのにはこの銃はどんな感じです？使いやすいタイプ、それともあんまり向いてないタイプです？まあ定番といえば定番だし、定番、うん、仮に、まあ、重たい銃なんだけど、まあ、逆にね、重たいと反動が少ないから初心者とかにはいいと思うし、そんなにカモ漁って歩き回るわけじゃないから、うん、まあ、道からちょっと入って土手を登ってそこで見てるっていう感じになるから、まあ、その重さを気にする必要はない。山をぐるぐる回ったりする。これは弾は3発入るんですか？3発、1発とこの中に2発、チューブ内という仕組み。撃ったら自動でまた次の弾がこうガス圧でここのパーツがドンってなって、でここに弾が仮に入ったとすると閉まるっていう仕組みになる。勝手に次の弾がじゃあ撃てる状態になるってことです？そうで、なかったら開いたままで止まるっていう。へえ、はい、脱砲よし。そのイヤーマフは、これはまあイヤーマフだけど、ちゃんとこれがあって、山の向こうとか鳥の声でも聞こえる。山の向こうとか人の足音だったら 100m ぐらいは追える。夜中とかコンビニ行くときにやってみたんだけど。これはいくらですか？3000ぐらいやったと思うよ。安いよ、こんなもんが。
でもね、持ってない人多いからさ、ぜひね、手に入れてほしいかなと思うんだけど。銃声は静かになるってことです？全く気にならん。あ、じゃあすごいいいですね。それはどこで買うんですか？アマゾンです。あ、そう、アマゾンアマゾンだそうです。名前は覚えてませんか？名前、覚えてないね。集音イヤーワークみたいな、複数形じゃない。インパクトスポールと、あ、でこれは違うからね。これは自分で、あのテープ巻いたから。あ、なるほど。黒いから。ありがとうございます。じゃないです。なんか確か誰かがこうやってちょっと引っ張ったらいいみたいですよ、こう、ビリビリっと。3段の玉、2つ入っとったね。まだあるかしら。持ってくる？って何？外れた、外れた、外れた。心臓、レバー、砂ずり、ささみ、せせり、首の骨付き肉、胸肉、もも、手羽元。度数見る？ 8.5% って結構強烈な。ベルギーか。ベルギーのビールで。泡だけになっちゃった。ごめんね。になる。いろいろ混じってるから。オレンジピールとか。乾杯。パンチあるでしょ。でもうまいっていうか、ダメ？いや、うまいですよ。ビールは小さいだね。ビールお茶があるんですか？なぜみんなこと？身は後ですよ。レバー気になりますね。行こうか。パスは美味しいのは間違いない。冷蔵系が先に行って。レバーは、超レバーの食べ方。これレバーやね。破片にあって。入ってくるよ。これはずやね。レバー、こいつの味やね。レバーうまいよ、これ。なので、うん、砂漬けも文句なし。それじゃあ、マガモのレバー食べてみます。塩コショウでよかったらいただけるんで、ね、できるだけ。うまい。うまいよね、これ。めっちゃうまい。甘い。めっちゃうまい、甘い。うん。塩コショウもいいよ。最高峰のマガモのメンバーに現れる豪華さを気になる。こんな美味しいレバーってなかなかないよね。ないですね。本当に美味しい、このマガモのレバー。びっくりしたね。やっぱ取ってすぐに出して冷やしたりしたのが良かったんじゃないですか。
知らない。うまい、本当にうまい、このレバー。でも、ちょっとしかないもんね。ちょっとしかないですね。うん、ちょっと砂ずり。薄いとこ。畳に、じゃあ、スヘリタスヘリ。そうだ。畳全然ないですね、砂ずり。ないね。これはうまいね。砂ずりはもう、サクサク。癖全くないと思うんだけど、自分的には全くない。ないね。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ最初ですよ。一緒に飲みましょう。マガモの心臓、ハツ。これ塩コショウで。これも柔らかい。癖全くないし。めっちゃうまいね。めっちゃうまいですね。ただ、まあ、量がないですね。でもこれぐらいの方がありがたみがあって美味しいです。これはジビエは本当否定的だよ、うん。あんまりいいもんだと思ってないよ。だけどこいつはうまい。メインの長物胸肉、皮付き、いただきます。塩コショウで。うん、やっぱ他のところより柔らかい。すごい美味しいです。自分はすごいです。柔らかい。